金目ペンギンは、ペンギン目ペンギン科に分類される鳥類。原生種では、本種のみで、メガディプッツ属を構成する。別名キガシラペンギン、グランドペンギン、ニュージーランドに生息。ダニーデン郊外のオタゴ半島の映像地が有名。全長66から78センチメートル。体重5から8キログラム。頭部から、頸部の羽衣は黄色で、黒い横縞が生える。 くちばし器部から目を通り、口頭にかけて太く黄色い筋模様が入る。上面の歯衣は青灰色、仮面の歯衣は白い。口彩はミンキー色。くちばしは単鉱色で、先端が赤葛色。鉱子はピンク色。卵の殻は緑白色。食性は動物色で魚類、イカなどを食べる。主に昼間に、 海岸から1 5トル沖に移動して再植し、また、水深1 0 0ルにある網にかかった例もある。繁殖形態は乱生。集団繁殖地は形成しない。9から10月に密生した茂みの中にある地面の、くぼみに2個の卵を産む。死有交代で放卵し、放卵期間は39から51日。ひなは、孵化してから14週間で巣立つ。オスは、 生後3から5年、メスは生後2から3年で生成熟する。キンメペンギンは現在のニュージーランドアシカ同様、南東に土着した生物ではなく、より小型の金縁種であるワイタハペンギンがジャイアントモアやハーストイーグルと同様にマオリジンの到来によって1500年代に絶滅した後、アラン極諸島から到来して日置したと考えられている。生息地の破壊。 人為的に輸入された犬やお古女による捕食などによって生息数が減少したほか、漁業や観光による生息数への影響もあると考えられている。政府機関や金目ペンディントラストによる調査や生息数の推定、保護活動などが進められている。1997年における繁殖個体数は2260から2420ペアと推定されている。 ありがとうございます。